料理を作ってくれる二幸シェフはこの方です。こんばんは、パンチさんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしく。自己紹介お願いします。めちゃくちゃ人気ある。地味な料理人のパンツマンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人生で今日は頑張ります。よろしくお願いします。パンツマンさんです。あれ、パンツマンさん一旦こちらで、じゃあ座るの。はい、ちょっとね、いきなりもうゲストの方たちもパンツマンって言われたらちょっとびっくりしちゃうと思うんで。いや、でももう来た来たみたいになってますよ。そうなんですよ、もうね、インターネット特にニコニコ動画ではすごい人気を誇る方で。そうなんですか。ちょっとね、私の方から軽く自己プロフィールの方をご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、パンツマンさんはですね、ニコニコの料理カテゴリーで100万再生を超える投稿動画もある料理カテゴリーが一番高かった。めちゃくちゃ手洗ってくれる。陰性面しっかりしてるんですよ、すごい。あの人信用できるわ。人殺した後くらい手洗ってめちゃくちゃ手洗ってくれる。人殺した後めちゃくちゃ手洗ってくれる。そうですね、冷たい熱帯。素晴らしいですね。そんな長くてやろう。パパさん、手伝いに来てよ。お仕事があるのよ、加藤さん。あれ、僕も。やっぱ玉ねぎとか切ってる姿見るとすごいお上手ですね。そうでもないですよ。そうでもない。うまいじゃん、結構。普通のおじさんですよ。そうですね。ちょっと料理できる人みたいな。もっとカン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 って。普通です。普通ぐらいです。だから、だから無知。誰でもできる料理をやってるっつってんだよ、さっきから。切れたぞ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いやー、楽しみだな。阿部さんと考えてるんじゃん。なるほど。さすがっすね、パンツマンさん。さすがっすよ、パンツマンさん。無視する。生放送中に共演者がいる。褒めると無視するあ、俺洗いましょうか、パンツマンさん。じゃ続きましては、お、人参。お、見せ所じゃないですか、この野菜切るところ。人参を作るかな。人参普通に切るだけだよ。あ、皮むかないんですね。うん、むかない。これ洗うときに、洗うっていうさ、出荷するときに剥いてあんねん、実は。おっせー。おっせー。おっそ。おっせー。おっそ。見慣れてますよ。おっそ、人参を切る。わかった。お、なんだ。出ますね、必殺技が。出えへんて、これ出えへんやな。おっそ、全然。おっせ、おっせ、幅変わった。あ、でも細くていい感じ。幅、めっちゃ変わったぞ。お前がやれよ。食べ物投げたぞ。絶対ダメっすよ。食べ物投げたぞ。人間地面落ちてましたね。めちゃくちゃだ。めちゃくちゃ上がるんでね。おわっいい感じです。順調ですよ。手震えてる。順調です、順調です。これパンさん、これはどうすればいいですか。これは温まってから入れます。手でやっていいんですか。これはスプーンで、こういってこう。なるほど。まだまだまだやらないですよ。はい、まだやらないですよ。怒った後の先生、先生おったよな。怒った後あんな感じになるんですよ。だからパンツマンさん、青森さんにもなんか指示やったらもう3人体制で。いや、いい、いい、いい。手伝ってくれるんじゃないですか。今行こうかなと思ったんで。いい、いい、いい。青森さん、演技です。一瞬ここっていいとしてもパンツマンさん、その言い方ちゃうでしょ。そうですよね。いい、いい、いい、いい。汚い感じで。いらない、いらない、いらない、いらないみたいな。いや、大丈夫ですって言わな。はい、オッケー。これ短くなった方がいいですか。いや、適当で。適当でいいですか。はい、オッケー。はい、はい、はい、できました。あ、パンツマンさんの動画いつもそうですもんね。酒飲みながら動画上げて。あ、そうなんですか。上げてます。お酒いつも飲んでますよね、ビール。そうそう、ビール、ね、いいっすね、うん、いいっすね。ビール飲まないとやっぱりやってらんないよ。独身のおじさんだな。やってらんないんだ。葵さんの酔っ払うとどうなるんですか。記憶が飛んじゃう。あ、記憶飛んじゃう感じ。でもすごい明るくなります。あー、なるほど。テンション上がって、テンションはめちゃめちゃ酔っ払って記憶飛んで明るくなるの一番いいんですよ。一番良しとされてる。すごい良しとされる。一番いいですね。すごい楽しい。僕も一緒です。記憶飛んで明るくなる。やばいですね。一番いいんですよね。何なの。セックスしようとしてるのかな。できんで、そんな簡単に。すごい、なんか喋ってたけど。
いや、いろいろ聞きたいなと思って、見てる方も聞きたいでしょ、ね、聞きたいですよ。回すなよ、お前が、葵さん。クリスマスの予定それ、俺が聞こうと思ってたのに。ね、聞きたいでしょ、聞きたい。加藤さん回すから、聞きたいよ、ね、お前が回さんで。加藤さん、ちょっと、あのね、結構、これ。え、童貞じゃないまあ、一応童貞じゃないですね。人並みに聞いてもらわれる。お前や、童貞な。二十歳ギリギリで童貞してた。そうなんだ。それからでも、いや、いい、言わんでいい。あ、そうですか。そうこうしてる間にドレアが、あー、来た来た、出来上がりそうですよ。パンチマンさん、クリスマスの予定は？明日はね、バドミントンしに行く。バドミントン、うん、聞いたことねえっすよ。え、バドミントンって何？聞いたことねえっす、クリスマスバドミントン。あの、サークルみたいなの入ってるんですか？うん、たまに東京に来たから、昔から仲良しの友達がいて、かわいい、サークルがあって、え、もっと、あのスーパーしかいないんで、素材からやる派なんだ、パンツマンさんは。確かに、申し訳ない。知らなかったですね、さっき冷凍食品を取ることすら、パンツマンさん、ここで。何？何？じゃあ、会えますね。じゃあ、会えますね。食べてください。ちょっとチキン半分と、バジルを入れます。よしよしよし。そうですよね。どうなると思うんですか？あの、本当にもうめちゃめちゃビールいや、疲れたんでしょうね。でも、あんなにね、いろんな方面からコメントやら、ニューヨークさんやら、いろんな方から気づいてます。やたら飲んでるな。ちょっと一回パンツマン、何も悪くないやたら飲んでる。酒グビッと飲んで俺が悪かどういうことっすか？いや、偉いなパンツマンさん、最高。いや、めちゃくちゃ面白かったっすよ。いや、もう伝説の回でしたよ、本当に。めちゃくちゃ面白かった。絶対また次ありますよ。どういうことっすか、パンツマン。世界一あのエプロン似合わん顔。いっぱい飲みましょう、今日は。酔っ払ってきちゃってるじゃん。いや、はい、でも大変ですから、やっぱり、ね、はい、どうですか？あの、生ならではのね、生ならではの。パンツマンさん、手柄取らないでくださいね。パンツマンさんが作ったわけではない。いや、ありがたいから。聞いてるけど。すいません、ありがとうございます。うまそう。たっぷり乗ってるな、カニかも。ねえ、具がたっぷりですね。もう丸ごと全部。これはうまいわ。パンツマンさん、全くいないじゃないですか。もう疲れた。お疲れ様。食べない、やばいんだよ。なんかもう入ってこない。美味しい。お疲れ様です。でもこれ確かにすごい疲れますね、やっぱり。すごいいろんな方が見てるから。こんな疲れると思わなかった。はい、いや、もうめちゃくちゃ美味しかったですし、はい、まあ、パンツマンさんとトークライブやりたいな。見たいですね。美味しいですね。あんまりやりたくなさそう。パンツマンさんもやりたくなさそう。パンツマンさんとがっつり飲みたいですやりたいな。はい、ということで、まあ、わかりました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ニューヨークのお二人のツイッターも上でチェックしてください。ぜひお願いします。